この世界もずっとそう願ってた。誰も倒せない本物の魔王を自分ではない誰かに打ち倒してほしいと願ってた。まだだ。来る。あまねく攻撃に先手を取る絶対最速の魔剣だが、使い手の反応と全く同時にその剣を握る腕を制してしまえば、同時の動作、意識に走る電流ほどの時間差も見せぬ絶技であった。取ったぞ。ああ、さすが、やるな。おめえはそれが命だ。そうだ、だがな。世界逸脱の盗賊の進化はその眼力にこそある。敵が超絶の剣士であったとしても未来を読み洞察することができる。認識した光景を、敵の思考を、全てを。取るのは俺の千倍なんだよ。盗賊の剣はついに野牛を超えた。こいつ、うい、こいつのこの剣はありえねえ。こんな剣でタランチュラの装甲をどうやって。言ったろうが、取ってるぞ、おめえの命を。最初から魔剣じゃなかったのか。いい剣を持ってるみたいだな。こいつ全てを読み切っていたのか。同じマロードでもこれほどの差が。どうすれば、何をすれば俺はこいつに勝てた。信じられねえ。おめえの言った通りだな。やっぱ剣士じゃねえわおめえ。